ルギアかっこいいよな。僕そういえばね、ポケカのルギアをですね、まあ、買いましたね、シングルで。あれめちゃめちゃかっこいいんだ、ポケカのルギア。こんにちは、土の子です。さあ続きやっていきましょう。今回は解決パーツまでできるかなということで、ちょっと気になるところたくさんありますので行きましょう。今回は街に出てコアルヒーの方を調べてみる、そしてコーヒーショップの方を聞き取り調査に行く、そんな感じですかね。今んとこエルフーンの綿が散らばってるっていうのがまあ怪しいかなと思ってるけど、お願いを聞いてくれないの？ヨーテリーか。そんな、何がまた謎の連鎖か、これ謎のテトリス始まってる。僕らの事件とは関係なさそうだけど助けてあげたいね。できる限り助けよう、余力があれば対応しよう。なるほど。町の人は、困りごとへ解決頼まれることがあります。見かけたら話しかけましょう。わあ、並行していろんなお願いをやるやつですかね。ヨーテリーちゃんがいなくなってしまったんです。お散歩してたんだけど楽しくなっちゃったのか、すごい勢いで駆け出しちゃって、あちこち探し回ってもうヘトヘト。どうしたらいいの？これは見過ごせないね。人助けは探偵として当然、ポケモン探しとなればなおさらだ。僕たちもお手伝いします。ヨーテリーが行きそうな場所はどこですか？公園、町の方には行ってない、静かなところが好き。なんとかなりそうです。ヨーテリー可愛いよね。僕もああいうワンちゃん欲しいな。お散歩大好きなヨーテリーがどこかに行ってしまいました。オッケー。おう、エルフーンちょっと怪しいよな。何を楽しそうに話してるんだろう。この街は賑やかで楽しいって話してるな。何か見てたりしてないかな。エルフーン、そう、綿についてだよ。お前たちは季節風に乗って世界中を旅してるのか。街が賑やかになるね。また出ていくことになっちまうんだな。毎年来るのが楽しみなんだって。うん、綿って君たちのものじゃないかな。自分たちのものだと言ってるのはやっぱりですよね。証言メモ。実はこれお屋敷で見つけたんだけど行ったりしてない？行ったかもしれないし行ってないかもしれない。なんだそれ。こっちのやつは覚えてたか。友達と遊んでいた時に屋敷の中に入った気がするそうだ。気がするか。お、二人はこの辺りで赤いポケモンを見なかったか。最近コマタナと、あ、コマタナ確かに刃があるから切れるよな。赤い体をしてるな。コマタナとは異界の公園の見晴らし台でよく会う。風がある日にコマタナを掴んで遠くまで飛ぶ遊びをしている。なるほど。この先の公園の奥、そこに行けばコマタナがいるかもしれないな。毎日遊んでて今日も一緒に遊んだ。へえ、毎日いるのか。え、コマタナに会うならお気に入りの岩の扱いには気をつけろ。なんだそれ、宝石じゃねえだろうな。前にそれを踏んでしまって思いっきり怒られたんだと。なるほど。コアルヒーについて。コアルヒーは？お前たちは見てないんだな。どこ行っちゃったんだろう。おう、どうやって入ったんだ。友達を連れて。小股な、朝ごはんを食べてからの記憶がない。なんか怪しいな。朝ごはん、知らない人間にお願いされた。どんなやつだったんだ。全然知らない人間だったから覚えてないか。そっか、なるほど。事件に関わっちゃったってことか。いたずらをするのはこいつらの習性だ。厄介だな。なるほど、結構重要証拠を手に入れましたね。うん、会って確かめてみよう。まずは小股から行くか。こっちなのかな。ん、来た。憩いの公園、見晴らし台にいるっつってたな。結構しっかり作られてますね。うん、大きな公園だね。うん、ここが憩いの場か。小股がいるって話だったね。探してみるか。これが地図。オッケー。大きな公園、一番奥が見晴らし台ね。
ということで、ちょっといろいろ話を聞いてみよう。ベロリンガ、ベロビュー、酸いも甘いも舐め分けて、ベロベー、長い舌だな。もうベロリンガったら全く動かなくなっちゃったよ。何かにすぐ気取られるんだから。ベロリンガは何か後から話題になるのかな。あ、アブリ、アブリボンの方でしたね。花粉団子を召し上がれ。お目目がプルプル可愛い。花粉や蜜を混ぜていろんな団子を作ることができるポケモンだな。なんか忙しそうだね。仲間のアブリーたちが食べる団子を作ってあげてるらしい。たくさん用意しなきゃいけないんだって。お、誰だ。ちょっと待った、もしかして君たちがあの有名な名探偵コンビかい。誰ですか。チャールズ・マーロック。私は君たちの大ファンなんだよ。はあ、自己紹介がまだだった。チャールズ・マーロックだ。ポケモンへの理解を深めるための研究をしているんだ。活動内容を知りたいかい。ハワード市長認められてね、市議会が立案する新しい政策のお手伝いをすることになったんだ。政策ブレーンだな。人の話を聞かないタイプのようだ。何でも聞いてくれ。ライムシティに役立つ活動をしているという意味で同じ立場だ。何でも答えるよ。少し付き合ってやるか。研究について聞かせてくださいよ。コミュニケーションだ。へえ、人に言葉を理解してもらうことだからね。まあ今の僕ティムとね、ピカチュウみたいなもんか。確かにそれができたらいいですね。あの政策のお手伝いは政治や法律の提案はできないが、設置や機械、市民やポケモンのために提供することだ。素晴らしいですね。でもちょっとその前に髪を洗った方がいいような気がしますが。なんか演説が始まりそうだな。ありがとうございました。そうだ、頼むよピカチュウくん。何？君の健康状態をチェックさせてくれないかな。絶対やだ。痛い。何すんだいきなり。怒ってる顔はわからないのかな。あら、お怒りかな。すぐに終わるよ。ポケモンの身体データを短時間で継続するマシンだ。刑務したのもしかして。それならそうと言ってくれよ。え、カフェイン。コーヒー飲んでる。カフェインがどうかしたのか。探偵をしているピカチュウだ。普通じゃないと思っていたが実に興味深い。あー、すまない、問題なかったよ。中性脂肪が高いようだが。中性。コーヒー飲んでるのがバレてんじゃねえか。付き合わせてしまってすまなかったね。ちょっと怪しいですね。怪しい人、中性脂肪。さてさて、おお、タイレーツとかいますね。おい、一糸乱れぬフォーメーション、タイレーツ。タイ、動きがぴったり揃ってる、すごいな。もう一回話したらなんか意味ある。そんなことはない。んかといって3回も話すことはない。見事な隊列だな。さあ、ここにいるか。見晴らし台来ました。 あれかあの切り刻んしてるやつか。ここがてっぺんか。あれを見てよピカチュウ。なんだ。ある。ここからだとデニスさんの屋敷がよく見えるよ。ほんとだ。どうした急に黙って。あの窓って保管室の前の窓だよね。空を飛べるポケモンならここから屋敷に向かうこともできるなって。犯人がポケモンの力を利用するなら絶好の場所かもしれんな。エルフンはここでよく小股菜と会うんだよね。そういう話だったからどこでも見当たらないな。痕跡が残ってるんじゃないかな。どんな痕跡が見当たってたよ。あ、綿がある。この綿って散った綿だろうな。エルフンの綿があった。うん、あそこにあった。あった、ほら。ん、あー、なんだ、矢印か。これでしょう。なんだろうこの岩、
随分と傷だらけだな。この傷、刃物で切ったような鋭さがあるね。でも人の力でこんな傷をつけるのは難しいだろうな。なるほど、こんなもんか。あ、まだここにもちぎれた葉っぱは断面がギザギザになってるね。ギザギザに欠けた葉っぱ、これは小股長やったのかな。かじった気がするぞ。よし、推理しようぜ。よし、推理するか。推理しようぜ。推理始めよう。よし。赤いポケモンの行方は分かったか。え、どういうこと。葉っぱの周りに、違う、これだ。よし。岩には鋭い刃物で傷がついてたよね。エルフンたちが言ってた岩はそれだな。岩にあった場所調べてみよう。さてさて、なんとか小刀をここに呼び出す方法はないだろうか。家の上に乗ってみる。そうだな、怒って出てこないかな。試しにやってみるか。ひどい。どこかで見てくれればいいんだけど。コマー、出てきた。早っ。立ち筋鮮やか、小刀。小刀だ。エルフの言った通りだったな。拙者のお気に入りの岩を踏みつけるとは何のつもりだ。ことと次第では容赦せぬだと。すごい怒りようだね。岩をどうこうするつもりはない。一度だけなら許してくれるか。ああ、助かった。なぜお前を探していたかって。そうだ、お前にはいろいろと聞きたいことがある。話を聞かせてもらえないかな。分かった。だとさ、小刀についてちょっと聞いてみよう。武蔵修行の旅をしていると、技を鍛えるためあちこち旅をしている。極めるのは本望か。切り刻になるのかな。簡単に変なことを聞くわ。その腕で誰かを殴ったりしてないか。生まれてから一度もポケモンも人も殴ったことはないだとさ。そもそもこの腕では切ることはできても殴ることはできないか。確かに切っちゃいそうだよな。 お前の他に小刀がいたりしないか。見たことがないようだ。デニスさんの屋敷に行ってエルフンから聞いたんだけど、一緒に行ったのは君か。そこがデニスの屋敷かはわからないが、大きな家に行ったことはおぼろげながら覚えてるって言ってるな。エルフンと一緒にいたとこに入っちまったらしい。どうやってお屋敷に入ったの。小刀はエルフンに捕まって空を飛ぶらしい。いいなこれ。その時に屋敷の中に入った気がするって。その屋敷で宝石ケースを切ってない。物を切ったような感触は覚えてるが、詳しいことはわからないだと。重要なことだから思い出してくれ。頭がぼんやりしてその時のことが思い出せないらしい。困った。どこかでコアルフィを見かけてないかな。見てないと言ってるな。なるほど、いまいち証言が得られなかったね。証拠があればわかるんだがな。稽古を始めたいから話を終えたい。なるほど、稽古が岩を切ったりする。なるほど、よかったら見せてもらえないかな。構わないようだぞ。どれどれ。どんな。すごい、すごこの切り口、そして着地時の金属音、現場の状況と全て一致するな。ということは小刀で間違いないだろうね。どっちも覚えてないのはどういうわけだ。不可解な行動といい、何か理由があるんだろうか。先にやれることをやってしまおう。次はコアルフィーだ。買い出しを頼んでる。ハイハットカフェ行ってみよう。ティム、ティム、ん、何、なんだよ。あ、違う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 。ティム、ティム、何、これですか。コアルフィーの行方を追いたいんだな。はい、じゃあティム、ティム言ってるから。パブロな。オッケー。ティム、ティム、何。ティム、ティム、これ、これすごいな。お前の腕
刃物になってるのか。ティムティム決めた切られた。もういい、もういいんかい。なるほどな、ここでしか見れないイベントみたいな感じだったのかな今の。さてと、お、はじめまして探偵さん、はい、何かご用ですか。同じライム大学の有名人よ。ちょっと心当たりがないな。クイズ博士って呼ばれてるの。パートナーのドデカバシ、ホットなくちばし。クイズ博士ですか。ポケモン学を専攻していてね、学んで知識をみんなに広めたくていろんな人にクイズ出してるんだ。かなりの変わり者だな。言われてみれば探偵をやってる俺の方が変わってるか。お近づきの印に私のクイズを解いていってよ。僕たち今事件の捜査で忙しくて。第1問、長い舌で獲物を狙ってるベロリンガカバシ、普通の長さだな。ポケモンを見つけたら教えてね。ポケモンクイズ博士。ああ、これもあれなんだ。大丈夫です、わかりましたよ。あれ、え、ベロリンガじゃないの。ここに、ここにいたはず。あれ、おい、誰かが道の真ん中に木を植えたみたいなの邪魔でしょうがないわ。あはは、これか、ウソッキーね。ウソッキー、動かざることを立木のごとし。こんなところに木が生えてると思ったらポケモンだ。ウソッキーだな、木の真似をする習性があるんだ。うさうさ、木の真似をする練習中なのか。でもこんな場所でやったら通行の邪魔になっちゃうね。その通りだな。ウソッキー、練習ならもっと違う場所でやった方がいいぞ。ここじゃバレバレだ。ウソー。行っちゃった。慌ててどこかに行ったね。ここはポケモンのための水飲み場なの。ここの水はとってもお気に入りなのよ。アマージョか。え、ベロリンガじゃないの。どこ行った、ベロリンガ。チョロ猫、あら、かわいいね。かわいい仕草にご用心。このポケモン何時間見てても飽きんな。いいね、ポケモンと人間がこんなに仲良くしてるなんて。よし、おかしいな、ベロリンガ。あら、おお、ラビフットね、1進化してる。エースバーン、足技が得意だ。なんて言ってるの。練習メニューを考えてるから静かにしてくれ、だそうだ。すごっ、あ、こいつでしょ。ベロン、長い舌だ、こんなに伸びるのか。さっきのクイズ、ベロリンガが正解かもな。で、クイズ博士のとこ行けばいいのか。おい、はい、ベロリンガです。ピンポーン舌で舐められるとビリビリしりべたり、痒みが止まらなくなったりするよ。想像だけで難がゆくなるぜ。これは簡単すぎたわね。2問目は、愛くるしい見た目で誘導されて盗みを働くポケモンは誰だ。チョロ猫じゃないの。お前じゃなさそうだな、ドデカバシ。盗み、でもチョロ猫は、あ、でもチョロ猫盗み働くかな。ちょっと話してみよう。チャラ、チャラーン、こいつはチョロ猫だな。やたらと甘えてくるな。待て、ティヌ、ポケットの中を確認してみろ。取ってる？僕のペンがなくなってる。チョコロ猫、お前の仕業だな。チョロ、全く油断ならないやつだ。クイズの答えはでも分かったな。ですよね。
こうポケモン知らない人がやるとなかなか大変そうな気がするな。僕もねめちゃめちゃ知ってるってわけじゃないんだけど。はい、はい、チョロ猫です。ピンポーン。さあ第3問目はグループで行動、隊列じゃん。グループで1匹これもすぐそこにいるけど、こここれでしょ。タイ6人で行動してるんだ。隊列6匹で1匹報告しに行こう。ここだけで済むんならまあ楽なクイズですね。隊列ですね。隊列をチェンジしながら戦って勝利を収めるんだよ。兵長がポンコツだと苦労しそうだな。今日のクイズはおしまいよ。なんかもらえる？お手柔らかにお願いします。イエイ、終わりましたクイズは。で何だったっけ、あムーランド、違う、なんだっけムーランドじゃなくてあれを見つけるんだよな確か。よし今度町の方行ってみましょう。みはん、うわめっちゃいる。みはん、あミロック名前忘れちゃった勝手に街角パトロール。ここで何してるの？趣味で街のいろいろなものを観察してるみたいだ。話を聞いてみよう。みはん、この街だ、いろんな人とポケモンがいるから見てて飽きないか。いろんなものが見えて楽しいだろうな。みはん、本当か？なんでもここを通るコアロヒーを見たそうだぞ。やはりカフェに向かったのかもね。行ってみよう。マラカッチ、ここら辺はもう話した、話したか。じゃあちょっとカフェ行ってみよう。ハイハットカフェ、わあ懐かしい。うん、ポケモンも増えましたね。5年ぐらい経ったと思うんだけど前作から。レイチェル・マイヤーズ、こんにちは。どうも、ジェシカ・ミラー。こんなところで会うなんてすごい偶然だね。この子はどこかで見たことあるぞ。ハワードの手帳、写真に写ってた子じゃないか。大学の同級生で市長の娘さんなんだ。ポケモンに詳しいって言ってたな。そういうこと言ってくるから教えなかったんだよ。いい関係もしかして。俺は浮いた話の一つもないお前のことを心配してやってんだ。隣の女性は誰なんだ？僕も今日初めてで会ったな。知ってるかしら、名探偵と会えて光栄よ。ティム君、ひょっとして今ピカチュウに話しかけてた？そんなわけないじゃない。恥ずかしがらないでパートナーに話しかけたくなる気持ちは私もよくわかるわ。でもせっかくだから私たちともちょっとお話ししない？大丈夫だよ。ピカチュウも一緒にお仕事大変ね。こう見えて結構頼りになるんだよ。それほどでも。すごいのねピカチュウ。それほどでももっと褒めていいんだぞ。いつもとなんか感じが違うね。もしかしてパパから勲章もらったからとか？そんなことないよ。そうかな、何か勘違いしてるんじゃないかな。ティム君のことよく見てるもん。それって名探偵がすぐ近くにいるんだよ。何か起こりそうじゃない。ティム、今一瞬何か期待しなかったか？めっちゃがっかりしとるやん。ティム君、お会いできて光栄だわ。なんか茶ですね。ハル事件を解決してくれてありがとう。心から感謝するわ。ポットです。え、はい。あなたの活躍いつもテレビで見てるわ。謙遜する必要はないわよ。友達になってたの？そうだったのか。2年ぶりかしらね。まさかレイチェルが噂の名探偵さんとお友達だったとは。名探偵は俺の方だぞ。ところでティム君、バンブーストリートという町のピザ屋で働いてるの。お店に来てね。やったね、今度行こう。有名店らしいよ。ぜひ寄らせてもらいます。実は相談があるんだけど、家のことでちょっと。なんか深刻そうだな。時間を取ってもらうのは悪いかな。
夜に待ち合わせでもいいかな。今晩僕のアパートでやるじゃないか、ティム。で、しかし今日は家族で食事をするんじゃなかったか。放っておけないよ。ティムは好きなのかな。まお前の家族ならきっと分かってくれるだろうよ。ティム、え、はい、あ、違う、間違えた。よし、ちょっと待って。こっちか。なあティム、2年前の R 事件解決をジェシカは感謝してくれている。そうみたいだね。俺たちの仕事も捨てたもんじゃないな。ですね。ルンパッパ、こある日、知らない？あ、ティム君じゃないか。ダーマン、パブロ・ミラン。レンルンパご機嫌副店長ルンパッパ。ルンパッパ、今日もご機嫌だな。ルンパッパについて、最近はジャズだけじゃなくロックにも興味があるって。ニョロトノたちがライブをするらしい。その音楽がとっても素敵。それで突然ロックにハマったのか。僕も聞いてみたいな。コアルフィは見かけてない？パブロが詳しく知ってるってよ。憩いの公園でもたまに会うのか。へえ、あそこの水が毛並みにいいから水浴びの時に合う。おすすめの水場を押し合ってるのか。水タイプのポケモン同士仲がいいんだね。なるほど。マホミル、とろーり甘い福招き。ホミー、マホミルがいるな。パブロさん、この子どうしたんですか。うちに住み着いたやつでね。ティム君やピカチュウはそれぞれ好きなブレンドがあるんだ。勝手にクリームを注いじゃダメだよ。俺はブラックが好きだからな。僕も好きですね、ブラックが。ホミホミ、やあティム君、何かあった？事件があってお話を伺いたいんですが。ハイハットカフェ引っ越しは大変でしたね。やっと通常運転に戻ったよ。僕がいなくてもコーヒーを飲みに来るようになってご迷惑じゃないですか。なんで迷惑なんだろう。ティムが払ってんだな。家から近くなったし居心地がいいみたいだね。ポケモンのお客さんも大歓迎さ。バンズさんはよくこのお店に来るよ。コーヒーとジャズが大好きな人でね、何かと話が合うんだ。大変なこと、なんだ？大変なこととは何ですか？困ったな、個人的なことだからね。お願いします、助けるためなんです。そういうことなら話さないわけにはいかないな。ライムシティに寄贈する宝石のことで悩んでいたようだ。デニスさん夫婦の意見が食い違ってしまったらしくてね。一番いい落としどころを探していたようだが、夫婦の板挟みになってるらしい。なるほど。宝石なんてない方が良かったのにって言ってるのを覚えているよ。宝石がない方がいいか。コアルヒをご存知ですか？バンズさんのパートナーだろう。よく一人でコーヒー豆を買いに来てくれるんだ。すごい賢いポケモンでね。可愛いバッグを下げてくるからそこに豆を入れてあげるんだ。そうしたらお屋敷へ帰っていくんだよ。ついさっきもいつものコーヒーを渡したよ。お、ついさっきか。本当ですか。よし、推理しようぜ。よし、推理するか。よし。よし。コアルヒがどこに向かったか分かったか。実はデニスって、ここはハイワートカフェ行ったよ。ね。よし。ここに来てた。今日がその日だったんだな。屋敷に戻ったんじゃないか。よし。オッケー。よし。コアルヒを探しに屋敷に行こう。さあ、どんな感じかね。悩んでたバーンズさんを助けるためにコアルヒーが宝石を持ってる。どう？頭のいいポケモン、水浴びをしてる。コアルヒーも近くにいたよね。あ、でもね、朝ごはんが食べてもみんながおかしくなっちゃったってことはやっぱり人間が関係してる気がするから、ちょっと難しいね。誰が犯人だか、いまいちまだ
分かってないですけどどんな感じなんでしょうね。ということで、今回はここら辺で終わりにして、次回解決編できますかねまたいろんなあのお邪魔が入って解決編までたどり着けないかもしれないけど、だいたいもう登場人物はほぼ出揃ったと言ってはいいんじゃないでしょうか。ちょっと怪しいな、バーンズさんがやったとは思えないが、朝ごはんに誰が何を混ぜてたんでしょうね。よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。